はい、お元気様です。久留米市中枢の平です。いろいろ朝から起きておりますね。もう今日は共通テストの初日です。ということで、私が言ってた通り、国語がやっぱり難しくなったというのがですね、ありました。で、これがですね、まあ国語が難しくなったんだけど、まあ次の時間の英語は割と優しかったっていう話なので、まあ気持ちをちゃんと立て直して、予定通りね、気持ちを立て直して英語の時間で取り返すと、まあ国語はもうしょうがない。これは、まあ難しくなるのは分かってるこっちゃから。うん。で、まあ一応ですね、今日ちょっとお話したいのは、東京大学のリーチに受かった私の教え子で、まあ、熊本高校の生徒さんなんですけども、まあ、熊本高校でトップ5に入ってた子なんですけどね。はい。この子が、まあ、その1999年だったか2000年のだったかね、センター試験の国語がめっちゃ難しかった年、まあ、小説が難しかった年ですね。はい。小説が50点満点で12点で合格してますよということでですね。はい。で、何を言いたいのかっていうと、国語が難しい年っていうのは、理系の生徒たちが志望校を下げるんですね。はい。だから、東大とか、京大とか受けるって言ってた子たちが、まあみんな大阪大学とか、九州大学とかですね。まあそういった諸々の大学にこう、ランキングを落としてしまうっていう風な、まあ気持ちになるわけですよ。でも、そこは踏ん張ったがいいよっていうことですね。それはあえて言っときたいと思います。だからこの子もですね、まあ、12点しか取れなかった。なわけですが、実際センター試験で、まあ、一次試験で、83.25% しか取れなかったんですね。で、その熊本高校中と、まあ、県立高校の中でも、東大合格実績1、2を争っている高校でしたから、まあ、その高校、東大受験生がいっぱいいるわけですよね。で、そのいっぱいいる東大受験生の中で、僕はビリッケツですと、ね、僕の点数が最低点でしたと、一次試験の点数をね、東大出していいんでしょうかと、足切り食らうんじゃないんですかってね、本人はだいぶ焦ってたわけですよ。でも、ああ、いいえ、と、いけいけ、ということですね。もういけないということですね。もうみんなも取れてないんやからと、みんなも国語取れてないんだから心配すんなと、ね、二次でひっくり返してこいと、ということですね。まあ、そら、熊本高校で5番台キープですよ。うん、5番台に入ってるような子が、二次でね、ひっくり返せるに決まってるわけですから、そんなもんは。うん、だから、そんなん、国語が点数取れてなくても、いいですか？何度も言うけど、理系の生徒っていうのは、まあ、今回、国語が難しいとね、理系の生徒が食らいます。で、数学が難しいと文系の生徒たちが食らいます。うん。まあ、国語が難しくても、まあ、文系の生徒はそこそこ取るんですよ。で、理系の生徒が、文系の生徒が数学が難しいとしてはですね、やっぱりこう文系の生徒たちが志望校を下げたりするんですよね。はい。で、そういうところで、まあ、いちいち、その、東大とか、京大とか、ね、そういった生徒たちが、いちいち、九大とか、そういうところに下ろされるとね、もう本当に、九大とかを受験する子たちが大変なので、やめてね、というのも一つあります。はい。まあ、そういうことでですね、まあ、ネット上なんかで、いろいろ応援がいろいろ出てるわけですね。ああ、なるほどな、と。こういう時に芸能人とか、あるいは塾予備校とかが、まあ、ネット上のね、なんかツイッターとかであるんですよね。ツイッターのその受験共通テスト受験生応援サイトみたいな感じでですね、みんなでこう共通ツイッターのところでそれをこう書き込んでですね、応援頑張ってますみたいな感じで、あ、頑張ってくださいみたいな感じで、いろんな芸能人とかが書き込んだりとかしてるみたいで、あ、なるほど、うまい具合に自分たちを宣伝してるなというふうに思ったんだけれども、ちょっとやっぱ気になったのは、そういう芸能人とかなんとかが、投げ出さないでねとか、諦めないでねとか、逃げ出さないでねとか、そんなことを書いて、ダメですよっていうことですね、それ何回も言うように。逃げるんじゃないって言うと、やっぱみんな逃げるんですよ。で、諦めるなって言うと、諦めちゃうんですよ、みんな。逃げるなって言うと、やっぱ逃げ出しちゃうんですよ。だから、こういうようなところは、頑張ってねでいいんですよ。ね、頑張り通しましょうねでいいんですよ。肯定的な言葉を一言ポンと投げればいいんですよ。それをわざわざ持って回ったような二重否定でね、投げる、違う、ね、諦める、違う。逃げる、違う、というような感じで、二重否定で肯定にしようというね、無理やりな応援の仕方をするから、ちょっとおかしなことになるので、それやめてくださいね、ということなんですけどね。はい。ということで、ちょっと話を元に戻しますが、まあ、それでも、いや、納得できない。東大とかね、そういったところ、
なんだ、やっぱ東大出さないんですよというふうに言うんであれば、ちょっとおすすめありますけど、今年うちから東京工業大学受かってます。これ浪人生の子ですね。まあ浪人生の子だからさすがに点数取れてますけれども、はい。この子は見てもらうと分かると思うんですが、古文14点です。ね、これで東京工業大学受かってますよということです。これ一体何なのかっていうと、東京工業大学っていうのは一次試験が全く判定に入らないんですね。もう二次試験だけで純粋に合否が決まる大学です。だから、その理系の子たちで志望校を下げる、まあ、東大から旧大に下げる、あるいは京都大学から旧大に下げるとか、そんなのは、それちょっと待てと。そうじゃなくて、まあ、この東京工業大学っていうのは、東大、京大に次ぐようなレベルの大学です。で、美味しいことに、こういう一次試験でですね、点数が取れなくても、まあ、足切りさえ食らわなければ、一次試験でね、一次試験の点数は全く無視になりますから、その東京工業大学を、まあ、もし下げるとかね、なんかあるならば、考えてみたらどうですかと、前にも紹介したように、私が組んで仕事していた、その代々木ゼミナールの映像授業をやってた先生ですね、彼なんかは、まあ、東京外国大学に入って、で、1年生の段階でもうパッと英検1級取ったわけですよ。だけど、ちょっと、親御さんの都合かなんかで、実家の福岡に戻ってこなくちゃいけなかったんですね。なもんだから、まあ、福岡に戻ってきて、まあ、東京外国大学を1年で、その、退学して、で、東京、福岡から九州大学の英語学科に、まあ、入り直したと。ところが、九州大学の英語学科って、英検1級取れるような子が全然いないということですね。要するに、勉強しないと。なんで九大の学生たちってこんな勉強しないのっていうようなことで、もうさっさと九大の英文学科も辞めちゃったわけですね、その子は。うん、その人は。だから、まあ、その、高卒なわけですよ。学歴はですね。はい。高卒ということで、まあ、ヨゼミの映像授業出てたけれども、もう大卒じゃないとさせないっていうことで、ヨゼミの方からもうクビになってしまってですね、めちゃめちゃ人気の講師だったみたいなんですけどね、残念、もったいないなということで、そういうふうにその、志望校をガクッと下げるとですね、あんまり下げさせると、本当、大学入って後悔しますので、うん。で、その学校の先生とか塾や予備校の先生たち合格実績が欲しいから、とにかく下げろ下げろと、旧大に下げろと、東大京大やめとけと、旧大まで下げろみたいな感じでやっちゃうんだけど、そこまで下げなくてもいいでしょと、で、どこまで下げるんだよっていうふうに言いたくなるんだけど、そういう一次試験が取れなかったっていうことであればね、まあ、今回ちょっと理系は食らってると思いますけれども、まあ、ちょっと明日の数学見てみないと分かりませんが、明日の数学も多分難しくなると思います。去年が異様に優しかったからですね、難しくなると思うんですが、まあ、理系に関してはこれで下げるっていうのが、まあ、出てきてると思うんですが、あんまり下げすぎるのはね、さっきのもう東大、京大とほぼ同じレベルの東京工業大学とかで、十分じゃないのと私は思うんですよ。うん、で、まあ、今回ですね、英語がなんか優しかったみたいな感じの言い方をしてるんだけど、どの程度優しかったのかは分からんです。案外難しいかもしれないですよ。うん、だから、まあ、ちょっと見てほしいんですけれども、よいしょ。これですね。去年、英語が私は難しかったというふうに言ってます。でも実際平均点が上がったから優しいんじゃないのっていうふうに皆さん思われたかもしれませんね。はい。だけども、これ見てもらったらわかるんですが、まあ、うちから、その、去年、共通テストを受けて、慶応義塾大学の商学部に現役合格した生徒ですね。はい。それで93しか取れてないんですよ。さっきの理系の子、東京工業大学の子の点数を思い出してもらうと、もう96点とか97点とかだったんですよね。はい。そんだけ満点近く取れるはずなのに、ようやく90超えるぐらいしか取れてないんですよ。これ一体何なのかっていうと、去年平均点は上がってるんだけれども、その成績上位者層はあんまり点が取れてないんですよ。いいですか？はい。ということで、平均点は上がったけど、それっていうのは結局何なのかっていうと、まあこれですね。よいしょ。最後にもう一人。はい。去年、うちから鹿児島大学の法文学部に受かった生徒なんですけども、この生徒はですね、72点取れてるんですね。鹿児島大学なのに。まあ、そういったらちょっと鹿児島大学に失礼ですけども、まあ、中堅大学のはずの鹿児島大学を受けた子ですね。はい。ねえ、いや、できる子じゃないのって言ったら、この子は英語と数学が弱かったので、前通っていた、その中学生の時にお世話になっていた、塾ですね、そのまま高校生で通ってたんだけど、まあ、英語とか数学をまともに教えれる先生がいなかったみたいなので、うちに変わってきたんですよ。うん、で、何したかっていうと、まあ、学びエイドを受けてたんですが、学びエイドで、学びエイドの林先生っていう英語の先生、この先生が中学生レベルから高校へっていう風な、そういう授業をやってくれてる先生なんですね。
その授業を受けたら、もうめちゃめちゃ英語の成績が上がって、あと上がってっていうか、その学校の授業についていけるようになったので、うちは英語の先生はつけてないんですよ。だからこの先生には、この生徒には数学の先生だけをね、大学生の先生をつけたので、82点とか結構数学取れてますわな。まあ70点台でいいんだけど。はい。ということで、下の方のレベルの生徒たちが英語が取れてるんですよ。で、上のレベルの生徒たちが英語取れてないんですよ。だから難しかったって私は言ってるんですよね。だからすごく上のレベルの生徒たちがその90点台を取る上で結構苦しんだテストだったんですよ。だから簡単だったっていうふうに言うのも誰が簡単だったのかと。ね、平均点が上がったからといって簡単だったとは言えないんですよ。ね、以下したと、優しくなったとは言えないんですよ。だからまあ、明日の新聞ではもうとにかく、優しくなった、優しくなったのオンパレードだと思いますけど、じゃあそれ、誰が優しくなったんですかということですね。だから今回、英語は優しいっていうのは結構今、情報で入ってきてるけど、それは平均的な生徒が優しかったっていう、去年と同じパターンでね、平均的な生徒が優しかったということで、平均点が上がってるだけで、そういう東大、京大、総計上智とか、あるいはまあ、そこまでいかないにしても、まあ、そこそこの難関大学ですね。まあ、九州大学か、あるいはそれに近い、熊本大学、広島大学、岡山大学、まあ、そういったレベルの結構点を取らないといけないような生徒たちが取れないっていうこともあり得るわけですよ。成績上位者層にとっては難しいっていう去年みたいなパターンもあり得るんですね。だから優しかった優しかったって言うけれども、あんまり優しいとは言い切れないんですよね、それは。だから分かりません、それは。だからあえて私は去年の英語は平均点は上がってるけど難しかったと私はあえて言ってます。というのもさっき見せたように慶応に受かるようなですね。慶応に受かるようなもう英語のスペシャリストですよ、あの子は。地元の久留米高校の英語科の生徒ですから、めっちゃ英語ができるんですよ。でも90点をやっと超えたっていうぐらいだったんですよ。だからそういうことはあり得るので、誰にとって優しかったんですかと。だからそれは平均的な生徒にとって優しかったから平均点が上がったっていうだけのことで。でも成績上位者層からすると冗談じゃないよっていうような、ね、90点以上を狙っているような生徒にとってはとんでもないっていうような問題もあり得るので、だから誰にとって優しかったんですかというふうな話はあります。平均点が高かったから、優しかったとは言えませんということですね。はい。ということで、あまりショック受けないように、そういうことは、難しくなってるっていうことはありえますからね。はい。ということで、逆もありますわ。下の方の平均的な子にとっては優しかったけど、ね、下の方の生徒にとっては非常に難しかったってこともありえます。はい。ということで、まあちょっと今日なんか朝からですね、なんか事件とかが起きて、テレビなんかが、日本は本当に安全な国じゃなくなってるとかなんとか、なんかテレビでガンガン言ってるみたいです。けれども、日本というのは、今、殺人事件なんかの発生で、世界ランキングですね、146カ国中142番目の、本当に、そういう事件が起きにくい国なんですよ。そういうような殺人事件とかがね、起きにくい国なので、日本は安全なんですよ。うん、だからもう危険だ危険だとかいう感じでね、もういろいろこうなんかこうね、共通テストを受けに行くような生徒たちの邪魔をしよう邪魔をしようってな感じでやるんですけれども、はい、日本はその146カ国中142番目でね、すごく世界的に見ても安全な国なんです。うん、だから日本は危険な国だとね、もう岸田総理の岸田政権の日本は危険なんだっていうことをずっとなんかテレビとかでやってるんですけどね、もう参議院選挙が近いですから、もう岸田卸をやろうとしてね、もうテレビ局なんかが一斉にその、なんていうかな、岸田政権は危険だとかいう感じでやってるだけのことなので、あんまり気にしないがいいです、ああいうのは。うん、ただ単になんかそういうふうな、なんか政治的ななんか思想かなんかがあったりするんだと思いますので、ね、気にしない、そういうことは。はい。ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録をお願いします。下の方に私のブログ、お便りシート、電話番号などありますので、よろしくお願いします。はい、ということで、以上です。